嗨，欢迎收看《鲤鱼加油》节目，我叫毛焕之，皆さんこんにちは。现在我在菜市场，三元里的菜市场里，两个日本人一起去了。他是现在看一些调料，我们一起看看他说日本语是到底是说什么，然后我就可以一点点解释他们的一个特殊的一个口语。マスクしてるから泥棒みたいですよ。なんか。マスクしているから泥棒みたいですよ。マスクしているから泥棒みたいですよ。マスクしているから泥棒みたいですよ。是，まあ、就是一个开玩笑的时候，就是可以这样说的。对，这个泥棒，日本语，嘛，泥巴，其实可以常用的。如果真的看见的话，可以说泥棒。マスクしてるから泥棒みたいですよ。なんか。こっち側にもあるから、もうちょっと見たらいいんじゃない？あら、でももうそっち見た方がいいと思う。いや、でもいいんじゃない？買いたいってこと。こっちの方が安いかもしれない。あら、そんこな。こっちよりこっちあの方ららが安いらら。ここまで探しといて。あると思うよ、ここの方。さっきのは？こちらも、ない？また来た。お、来た。いくら？45。まあ、でもそんなもんなんじゃないですか。いや、そう。まあそんなもんでしょ。握れないよ。握れないでしょ。いや、俺はだって。これじゃいいねんわ。次だ。頑張ってこれ5元にしよう、これ。いや、そんな無理だ。40元じゃ5元にするよりも安いけど、わざわざで。なんでこれ、じゃあ1000円ぐらいか。まあ今のレートでね。今のレートでね。今のレートでね。レートしほいり。所以就是一个日本的男人是问我是现在1000日元，但是1000日元的话，现在的汇率的话就是1000日元啊。这样的时候可以说今のレートでね。これじゃあ1000円ぐらいか。まあ今のレートでね。こんなでも大量に使わないでしょ。あ、でもいいんじゃない？美味しそうでしょ。ニンニクのタレ。すればいいじゃん、自分でニンニク。ニンニク？うん。どうや。まあ、買っちゃったし。まあ、一応どんなもんか。はい。ジャガポックルって完全に普通に持ってきたでしょ。ジャガポックル。完全に普通に持ってきたやつでしょ？ジャガポックルって完全に普通に持ってきたやつでしょ？完全に普通に、这个是日本语人的其实一种口语。直接说ジャガポックルって持ってきたやつでしょ？是一个算是正确的口语，但是まあ语气词那样的普通に完全に这个词都是一种口语的一个语气词，所以有时候可以加，但是其实实在的意思没什么太多的。对，有时候可以加。ジャガポックルって完全に普通に持ってきたでしょ。